はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもぜひやっていただきたい簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google になる AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単なことなので、ぜひよろしくお願いします。はい、緊急事態、末梢血に餓球が出現というお話をしていくんですけども、医療機関関係者の人たち、先生や看護師さんなら聞いたことがある言葉なんでしょうけどもね、末梢血に餓球っていうのはね、なんやねんって話ですよ。まず末梢血とは、通常の血液のことであるとウィキペディアに書いてました。そもそもね、末梢の血、血と書いて末梢血となりますので、末梢とはですね、末、末端を指します。これはですね、この末、末端という言葉で混乱するかもしれませんけども、血液細胞の大元、源になっている造血幹細胞という、このチャンネルでもね、何回も出てきてます、皆さんおなじみの細胞があるんですけども、その造血幹細胞というものは5、6回ほど細胞分裂をします。細胞分裂したその末、細胞分裂したその末端に生まれた血液細胞のことを末梢血と呼びます。5、6回ほど細胞分裂した先では10個ぐらいの細胞に枝分かれしております。その10個は今日は説明しませんけどね、長くなるんで。その10個ぐらいに分かれた新たな細胞がね、実はまとめて大きく4つの細胞にすることができます。せっかく分けてもらえてんねんからまとめんなよって思うんですけどね。でその4つっていうのがですね、赤血球、白血球、血小板、リンパ球でございます。なんやねん、それかいなって思いましたよね。僕もびっくりしました。結局そこに戻んのって思いましたね。僕のイメージだと、その末端とかね、その末とかなんで、こう心臓から遠いところ、腕とかこの足を流れている、あの細かい血管の中を流れている血液のことをね、末梢血って呼ぶんちゃうかなと思ったんですけどもね、どうやら違ったみたいですね。ほんで何の話や。末梢血に餓球ですね。そう。そんな体の大事な血管の中を、赤血球、白血球、血小板、リンパ球がタンパク質、酸素や栄養をね、運び流れているはずの血液にまで、その餓球というものが出現することが、どうやら医療の現場では緊急事態だというんです。僕みたいな素人からしたら、なんでそれを何がいけないのって思うわけですけども、そんな餓球とはですね、未熟な骨髄細胞のことであり、骨髄中の割合は健康な人でその餓球がね 5% 未満であるけども、急性白血病とかでは 20% 以上になるというわけです。いや、そうなんですよ。未熟な骨髄細胞のことをね、餓球と呼ぶんですね。未熟という考え方としましては、細胞分裂しきれてない状態のもののことを言うんですけども、本来ならその餓球が細胞分裂していった後に赤血球、白血球、血小板、リンパ球に成長していくはずがですね、成長してないわけですよ。先ほどもお伝えしました通り、赤血球、白血球、血小板、リンパ球がタンパク質、酸素や栄養をね、体中に運びます。たくさんの臓器、たくさんの筋肉に運んでくれて、正常にこう動かしてくれるんです。だから成長してなかったらね、運べないんです。
運んでくれへんかったら動かないんです。こうやって目も動かされへんしね、口も動かされへんし、息することもできへんっていうね、まあ、しかもそんな成長してない蛾球がですね、本来いてはいけないところまでいては邪魔になってしまうほど増えてしまっているっていう状態なんですね。そんな状態では生命を維持することはできないんですっていうくらいなので、末梢穴に蛾球が出現するというのは命を脅かす緊急事態なんです。邪魔をするんですね。邪魔をするみたいです。赤血球、白血球、血小板、リンパ球でいいのに、そこにその蛾球っていうのがベルーッとおったら、この窮屈でこの血管通られへんねんけどみたいな感じになるんでしょうね。目で言うは見てないからわかんないですけども、はいまあちょっと今回は小難しい話でしたけど、まあ、いつも小難しいけどな、まあ、今回はさらっとにしときます、まあ、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にこのチャンネル、この動画が、見ていただけることを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。